猫背になってしまうとバストダウンにつながります。動き的にはここからこれぐらいの振り幅で大丈夫です。頑張って OK です。お疲れ様でした。はい、整体院院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、2分でバストアップヒートトレーニング初級編ということでお伝えしていきたいと思います。はい、今回はですね、特別なゲストをお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。ではですね、まずは簡単に自己紹介からお願いします。はい、整体院院副院長の東と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、私がいつもいますですね、神奈川県藤沢市の治療院ではなく東先生がいらっしゃる神奈川県平塚市の治療院からお送りします。はい、東先生はですね、私と同じように腰痛の痛み治療だけではなくスタイルアップやパフォーマンスアップのためのパーソナルトレーナーとしてもですね、活動されています。今回ですね、東先生に2分でバストアップできるヒートトレーニング初級編ということでお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、早速なんですけども、東先生、2分でバストアップできるヒートトレーニングの方法をお伺いできますでしょうか。はい、今回はですね、トレーニング2つお伝えしていくんですけども、まず1つ目がプレーン Y レイズ、はい、で2つ目がワイドプッシュアップという2種目をお伝えしていきます。はいはい、まずですね、なぜこの2種目をお伝えしていくかっていうとですね、まずじゃあバストダウンの原因っていうところなんですけども、まずバストダウンになる原因として胸の筋肉が弱くなってしまう。はい、でもう一つですね、見逃しがちなのが猫背になってしまうのが原因なんですね。猫背になってしまうとバストダウンにつながります。で猫背っていうのはですね、この肩甲骨っていうのがあるんですけども、肩甲骨が外に流れるかつ上に引っ張られちゃう、これが猫背の状態です。そうすると体がうずくまるような状態になってしまうのでバストダウンにつながります。でまず1種目目のですねプレーン Y レイズっていうのがですね、ここの僧帽筋の下部繊維という筋肉を鍛えることができます。それによって肩甲骨がですね内側によってかつ下に降りるので、これでバストアップにつながるっていうところです。はい、でもう一つのワイドプッシュアップに関しては胸の前の筋肉を鍛えれるので、もちろんここの筋力アップになりますのでバストアップにつながる、この2つの種目を今回はですねお伝えしていきたいと思います。はい、はい、ではまず1種目目のプレーン Y レイズについてお伝えしていきたいと思います。はい、でまず迫田先生、膝をついてですねちょっと正座するようなイメージで座ってください。はいはい、でこの状態からですね手を上に上げていくんですけども、この時のポイントとして手のひらをですね後ろに向けていくようなイメージで、あまり後ろ向けすぎなくていいので後ろに向けていくようなイメージで上げていきます。ここからぐーっと上げていきます。でこれでもまあ十分なんですけども、より効かせるためにですね少し体を倒していきます。あまり倒しすぎなくて大丈夫ですの でこの時の注意点としては、頭をですねこう上げちゃうと他の筋肉にも効いてしまうので、少しこうイメージ的にはこう前を向いておくような、顎を引いておくようなイメージでお願いします。でここから手をこう上げていくんですけども、動き的にはここからこれぐらいの振り幅で大丈夫です。あまり小刻みにやるっていうよりですね結構大きめにいきましょう。でイメージしてほしいのはですね、肩がまずすくまない。すくんじゃうとまた僧帽筋という筋肉の上に効いてしまいます。ではなくて肩をすくまないように肩甲骨自体を少し下げていくようなイメージですね。下げていく。そうするとしっかり今ここ迫田先生肩甲骨のですね下のところに筋肉しっかり効いてます。これがまず1回っていうところで、これを上下をですね繰り返し行っていきます。はい、トレーニングしている時はここの肩甲骨のですね下側に効いてるのをイメージしながらやっていきましょう。うん、はい、結構背中に効く感じありますね。そうですね、これかなりしんどい、使えてない筋肉のしんどいと思うので無理をしないようにだけお願いいたします。はいはい、これが1種目目です。はい、はい、続いてワイドプッシュアップについてお伝えしていきたいと思います。はい、まずですね迫田さん、ちょっと四つん這いになっていただくような形でお願いします。はいはい、でこの状態からですね手を肩幅よりもっと広げていきます。はいはい、でここから手の向きなんですけども、外側でもなくて正面でもなくて内側に向けていきます。はいはい、これがまず上半身の形です。でここからここの上半身をキープしたまま膝を後ろに伸ばしていきます。はい、そうですね。OK です。でこの時にですね、腰が丸まったりですね、腰が反ったりしないように気をつけてください。頭から骨盤までですね、一直線になるような形を作っていきます。はい、でこの状態からプッシュアップ、いわゆる腕立てをしていきます。はい、でこの時のイメージなんですけども、胸の前の筋肉がストレッチしている感覚を自分で体感してください。はい、そのストレッチ感が出てきたら戻していきます。はい、で戻す時も胸をこう内側に寄せるようなイメージで戻していきましょう。はい、はい、これがワイドプッシュアップっていうところになります。しっかりこう体幹がぶれないように気をつけていきましょう。確かに胸を伸ばして胸を縮めるってすると胸にすごい効いてる感じありますね。そうですね。かなりこう胸の筋肉も使えてない方多いのでハードなトレーニングであるんですけども、膝もついてるのでそんなにきつくはないと思うので、ぜひやってみてください。はい、はい、でこちらの2種目をですね、まずプレーン Y レイズを20秒で、その後に10秒休む。でその次に、ワイドプッシュアップを20秒で10秒休む。そのセットをですね2セット繰り返します。なので合計2分というところでやっていきたいと思います。はい、この動画をご覧になっていただいているあなたもですね、一緒にやっていきましょう。はい、では準備よろしいでしょうか。はい、では行きましょう。まずはプレーン Y レイズからいきます。はい、いきますね。はい、スタートです。いいですね。上下のこの振り幅、小刻みにっていうよりなるべく大きめに行っていきます。でしっかり顎も引いて、肩甲骨を後ろに下げていくようなイメージがすごく大事になってきます。はい、しっかりそこに筋肉意識を集中してやっていきましょう。残り2秒。OK です。で10秒しっかり休みましょう。続いてワイドプッシュアップですね。形を作っていきましょう。四つん這いの形からですね。いきましょう。胸のストレッチ感をしっかり感じながらですね。体を起こしていく時も胸をこう絞っていく。胸の中心に寄せていくようなイメージで行っていきます。頑張りましょう。しっかりストレッチ感も味わって、体幹もぶれないように。OK です。で10秒休憩しましょう。なんかこれだけで姿勢が良くなってる感じすごいしますね。そうですね。はい、続いてYレイズいきましょう。いいですね。しっかり顎も引いて、余裕があれば少し体を斜めにもっとですね、はい、傾けていっても OK です。最初は無理しないようにいきましょう。はい、いいですね。しっかり肩がすくまないように肩甲骨を下げるようなイメージで。以上。OK です。はい、お疲れ様です。ラストの種目です。はい、ワイドプッシュアップですね。残り20秒頑張っていきましょう。はい、いいですね。しっかり体幹がまっすぐな状態で、腰が丸まったり反ったりしないような状態をキープしながら行っていきましょう。残り10秒。指先はちゃんと内側を向ける。ラスト3秒。頑張って。OK です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は2分でバストアップできるヒートトレーニング初級編ということでお伝えさせていただきました。はい、2分やっただけでなんだかこう本当に肩甲骨がぐっと引かれて、すごく胸が張りやすくなった感じがします。はい、今回のトレーニング2分ということだったんですけども、これは慣れてきたら3分4分と伸ばすのか、それとも2分を朝昼晩やるとかセット数を増やすっていうのはどちらの方がよろしいんでしょうか。はい、まずそうですね、これに関してはですね、前者の通りでですね、時間をしっかり伸ばしていくっていうところが効果的だと思います。はい、2分に慣れてきたら3分慣れてきたら4分と、できるところまで頑張ってやってみましょう。はい、なかなかですねこう使えてない普段筋肉なのでかなりしんどいと思うんですけども、やってれば必ず効果は出てくると思うので、ぜひ諦めずにですねチャレンジしていただければと思います。はい、そうですね。バストアップだけじゃなく、姿勢をきれいにしたいという方もですね、ぜひご活用いただければと思います。はい、またですね、今回はバストアップということでお伝えさせていただいたんですけども、東先生のですね YouTube チャンネルではバストアップだけではなくヒップアップやダイエットのためのですねヒートトレーニングの方法もですねお伝えされています。はい、東先生のですね YouTube チャンネル、下の説明欄に貼り付けておきますので、是非ですねご興味がある方はご覧になっていただければと思います。ということで今回は東先生、貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。世界から腰痛肩こりをなくすオンライン整体サロンを設立しました。月2回のオンライン整体、腰痛肩こりはもちろん、膝痛、股関節痛、四十肩などの痛みをセルフケアで解決する方法をオンラインで直接あなたにお伝えします。 Zoom を使ってのオンライン整体になりますので、直接口頭での質問相談も可能です。年4回のオフラインイベント、オンライン整体だけではなくオフラインのイベントでも直接あなたにセルフケア方法をお伝えします。セルフケアだけではなく家族整体、家族や友人の痛みをあなたが解決できるようになる家族整体法もお伝えします。それ以外にもオンラインオフラインのサービスを数多くご用意しておりますので、ご興味がある方は是非こちらの QR コードまたは説明欄のリンクにて詳細をご確認ください。この動画が役に立ったという方はぜひですね高評価いただければ励みになりますのでよろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたらコメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。